8人目中国の高翔です。1本目ロシャトから2回ひねった着地乱れました。中国の高翔赤いラインを越え一歩を踏み出してしまいましたが、あの着地をした瞬間、着地をした時の、あの減点ですので、赤いラインを越えた時の 0.5 という減点はなされませんが、やはり距離が出ていませんね。後方伸身の2回ひねってきましたね。 9.8 万点という非常に、難しい跳躍技なんですが、このひねり不足と、高さ不足、距離の不足、この辺は得点に影響するかと思います。メダル圏内に入っていくためには 9.175 以上のその平均が必要です。現在トップはウズベキスタンのチェソビチナ 9.45 という得点です。1回目の得点出ました 9.350 という得点です。さあこれで2回目が大事になってきます。平均で 9.175 以上でメダル圏内に飛び込んできます。現在日本の真鍋はもうすでに4位に落ちています。大事な2本目になってきます。交渉いいですね。スタート。前方飛びから屈伸で前方宙返りの屈伸で2分の1決めてきました。着地でちょっと今ラインから足がはみ出してしまいました。そのあたりがどうでしょうか。やはり少しひねり始めがひねりのタイミングが、遅れてしまいまして、左右横に少し触れるような形になってしまいましたけれども、着地をした時のラインですので、ラインの減点はないんですが、得点出ました 9.250、9.300 となりまして第3位に飛び込んできました。